はい、こんにちは、カズボーです。クロノクロス続きやっていきたいと思います。前回ね、このね、ルチアナ仲間入れました。ジャコスカンの別ルートとかね、アイテム回収とか、あと取ってなかったものとか回収したんですけどね。それで、このルチアナの、まあ、改良種フィオっていうのを育ててるみたいで、それを、まあ、育てるのに、このヒドラ沼にあるね、アイテムが必要なんですけど、数年前ヒドラが絶滅してから森には深い霧が漂い水源も汚れ今じゃこの有様だ。元を正せば俺たち人間がこの森を公開しちまったのさ。自分たちの身勝手な行為でな。いやこれがさ、これか、紫の音色の鈴だっけ。ここでいけんのか。あ、いけんね。いけっけど、これ毒なんかな。どっちだったか忘れたけどね。これ確か、どうだっけな。あ、やっぱ暗いよな。動くと暗いんだ。あ、あれ銅持ってるやつだね。あ、そこそこダメージ受けんな。まあ、アイテム回収しながら行きますけどね。ゾンビくらい。おー、強いな。ママちゃん入れました、今回は。強っ。ライトです。こいつどう思ってたじゃん。ヒット当たった。見てなかったな。うわちょっと癖のあるキャラだと思うので今回は攻略しようかな。なってる時になんかあんのかな。あ、そういうことか。敵なんだ。まあキッドがいなくて盗めないからね。リカバーなかったね。クジバ。今までより一番強いんじゃないかな。あ、しまった。ルチアの装備してなかった。エレメント。タブレット一回持って正解だな。これは君たちまさかそんな軽装でこの森を歩こうってのか。ああ、これだから素人は困るんだよな。セーブ場所があるの。
に毒受けてる感じか。まあ行き当たりばったりで行くしかないかな。ありそうな気もするけど、あ、待って、なんかあったな、なんだっけ、なんか忘れたわ、なんかあったな、ディスチャージ、さっきのとこ右行ったら毒になっちゃった、誰かいる、おいおい、なんだっけみたい、そんな軽装でこの森歩きなのか、そうとは思えんぞ、仕方がない、私が持ってるスペアの装備を分けてあげよう、これで仮装の毒のまま水に歩けるようになる、受け取りなさい、あ、調査隊の装備を買った、ただ森の奥はモンスターもうろついてるからな、十分気をつけて進むんだぞ、とは言っても我々も先に進むための方法がまだ分からなくてね、入り口と上層しか調査していないのだ、調査隊の装備、毒って書いてるけど、調査隊は毒予防になって、毒になってるよね、あ、そういうことか、森の奥へ行きたいならまずは装備の充実、それとあの辺てこな植物とどうにかしないとダメだぜ、毒って書いてるもんねこれね、毒ってこれ治るの、一回直してくるか、だって一回ね、あのアイテム買いに行ったんだけど毒消しとかも売ってたからね、ちょっと道穴見ようと、かつての恩師がいつまでも主を見守っておるだろう、なんかいるんだね、かつての恩師ってのがね、とりあえずまあ入り口からそんな遠くなかったんで、まあダッシュしてね、そんな時間もかかんないんでここまで来ましたけどね、左側行ったよね、ってことは真ん中だね、これ毒受けねえだろ、そしたら、あ、やっぱそうだね、装備品取ってると毒受けない、でここ行って、ね、おっ、お、宝、え、どっちだ、地面が滑りやすくなってる、登るのは無理だよ、あ、反対側から来るのか、じゃあなんかあんな、ここは行ける、あ、行けた、こっちだ、こっちからじゃあ行くんだろう、どっかね、なんかいる、なんだろう、ゴブルム、ゴブリンじゃなくて、おお、130ちょっと、常にもう倍速でいきます、ボスの時はちょっとゆっくりやってもいいかな、さすがにね、お、宝 D、 んー、反対側のどこにも多分これでいくんだろうな、あ、待て待て、あ、なるほどね、いけねえんだ、
大丈夫かい、せいちゃん。入り口に比べてここは毒素が強い。植物の形態が変異してるみたいだね。え、これ使うんじゃなかったっけ。もらったじゃん、ドワーフに。あれどうやって行くんだ。なんか背の高いやつがいる。これはこれで倒せるんだ。さっきクリスタルだったんだ。ホブルム、ホブリン、ホブリンみたいな感じだな。まああんまりエレメントのことは考えなくていいやな。けどなんかありそうな気もするけど、大丈夫、なんかいないか、大丈夫だったら。ほら、え、こっちでいいのかな。ん、そういう場所がある。出さない方がいいって感じか。あ、毒を受けてないね。じゃあちょっとセーブして、やっぱり1個パート使うよな、ここは。ここは右行けっけど、下なのか右なのかどっちなのかちょっと分かんないけど、ね、2枚グレス。なんか望ましいやつがいると思います。せーの、こいつ。強くね。あ、右だった。え、強くね、こいつ。なんだこれ。
強なんだこいつ。雑魚キャラだよねあれね。あんま戦いたくねえんだ。下のゴブリンみたいなやつはそんな大して強くねえけど。え、雑魚キャラだよねあれ。ボスじゃないよね。あ、宝あった。え、ちょっと待った、上どう。あ、これもしかして右下に繋がってて、あのさっきのとこの、これ危ねえやつだ。あ、宝見て、毒沼でしょ。何か足に当たった。あ、まっすぐな背骨。思い出した、僕はすごく背骨が良かったんだ。おばあさんの教育が良かったんだろうな。おばあさん、そうか、僕はおばあさんに育てられたんだった。おばあさん元気かな、きっと心配してんだろうな。そうだ、こういうのあった。これとこれか、タブレット。あと下の方に、あの多分さっきの滑り落ちる場所あるよね。あ、やっぱそうだ。ここはいいとして、あと戻ればいいのか。あと左側か。あ、いけないね。ここはどこに繋がってるの。あ、降りるんだ。ってことはこっちじゃない。あ、なるほどね。あいつやだな。なんかかまどーまみたいな、なんか気持ち悪いな。じゃあ左上行くしかないってことか。左上やべやべ。シャレコーペ、シャレコーペじゃない、骨4つ手に入れたよ。ってことはまだあるね。あと6個だったっけな、全部。こっちで合ってる。で合ってて、そうやって宝箱があるよね。これかな。グヒグヒ、腐敗した大地にだけ咲くという幻の花、やっと手に入れた。これもヒドラ滅びたおかげ。水源の浄化作用を消えれば森は死ぬ。人間加減知らない。だからヒドラ滅びた。森の主死んで邪魔な奴ら皆この森去った。ヒヒヒ、この森も俺たちのものだ。ねえ、奴ら何を話してるんだ。なんだお前ら。毒の沼地通ってここまで来たのは褒めてやる。だがこの森何もない。とっとどうせろ、目障りだ。いや待て、いい暇つぶし。ここまで来たんだ。毒で体力ヘロヘロのはず。やっちまおう、楽しもう。それもいいな。そうだな、やっちまおう。ゲヒ、暴れるの久しぶりだ。あの変なやつじゃない、まあ、弱いやつだろ。僕だ。セルジュ強えな。やっぱ鋼装備してたら強いな。これさえあれば、まあ、なんとかなるけど。あ、宝見えんじゃん。え、いけた。取ったって何。取ったどうって。取った。一時的攻撃命中率ダウン。今ちょっと適当にくっつけたんだけどね。
はマイナス2。あ、そうなんだ。なんかまだ取ってないのありそうだけどね。取った？ちゃんと。まあ取ったかな。だいぶ大体は。じゃあちょっと戻ろう。戻ってちょっと大量石ビオンとこ行きます。はい、ここまで来ました。生命の輝き取ったんで、これでいいはず。お、キャッホー。あー。はじめまして。私は花の子、カイリオス・フィオ。あなたが私のご主人様ですね。ルチャー相手も何もねえのか。よろしくね。はい。じゃあどうしようかな。これ入れて次回遊ぶか。じゃあ装備品とかもちょっと外して、グレンとかのがいいかな。すべて外すってできないのこれ。グレン強いよね。グレンとカイリオス・フィーを連れていくか。まあいろんなの使ってみたいからね。もう大体使ったよね。グレン強かったな。カイリオス・フィー、これでいいよ。緑か。おブロンズじゃないの欲しいけどね。グラブ、もう大体当たんだろうこれで。よし、じゃあ次回これでねやりたいと思います。じゃあ次こそ霧のところ行きますね。よしければグッドボタン、チャンネル登録、ツイッターフォローなんかしてあげるとすごく嬉しいです。ご視聴いただきありがとうございます。次の動画でお会いしましょう。